井上前でございます。もう、ミルク砂糖ですよ。休み時間ラジオで、なんか、ただのある雰囲気を出してますけど。いやー、まだよかったなって話が一個飛び込んできたじゃない。前田の直樹さんですよ。名古屋の。直樹さん。あ、はいはい。ゆとり人で怪我しちゃって言ってすぐ。そうなんですよ。で、道南のホテル。そうなんですよ。ゆとり人延長になりました、契約。あ、じゃあ、プレー。できるんだ。できる。あ、よかったですね。よかったね。あ、でもね、なんか愛されてるっぽかったもんね。T シャツも作って応援してもらってね、仲間が。そうなんです、ね。怪我した次の施設に来て出てもらったりとかね。ウルトラマンポーズをね、あのゆとり人で見したいですよね。見てほしいですね。だ本当はね、あの6月30日までがそのレンタルの期限だったから、うん、もう2ヶ月経ってるじゃないですか。はい。だから。どうなったのって名古屋サポーターの皆さんの間でも結構。そうそう。で、ちょうどその時に、あの、ほら、金崎ムーさんが実は早期に契約解除になって大分行ってたとか、あと長崎。たのかなみたいな。そうそうそう、あったんだ、あったからか、ああ、帰ってくるのかなって話あったんですけど、まあ行けたっていうところ。なるほど。よかったな。怪我の間は帰ってきてたんですかね。向こうで過ごしてた。そうなんでしょう。ええ。でもなんか向こうで過ごしてるのがインスタとか上がってたんですか。ああ、じゃあもう生活には、だって見慣れて、ここからね、良いとんでまたいいじゃないですか。かなと思いますと。なるほどね。あとちょっとね、本編で違う動画出してるからなかなか出せるんで、この話も。あの、欧州、新しい欧州組が、できましてとか出まして。おおお、はいはい。大宮からとか、どこまた J2 から、はい。ヨーロッパ一部です。誰？大宮の奥貫幹事選手。おお、知ってる。はい。が、ポーランド一部のグールニク・ザブジェというチームに復帰が決まりました。すげえ。そうなんです。おめでとうございます。おめでとうございます。そうか。で、これでですね、あの、なんと奥貫さん、ちょっと一個面白いものを手に入れまして。手に入れた。はい。相方というか、相方同僚、ニュー同僚に、ルーカス・ポドルスキーです。やってんの、ポドルスキーって。やってんのよ。はぁ、今、そんなんとポーランドにいるんですか。そうなんです。ポーランド人そうそう、ポーランドの要素も確かに。ドイツなんだけど、ただ、ポーランドのなんか血がなんかとかあった気がしますね。ポーランド系みたいな、そういう。そうそうそう。へぇー。そうなんだ。そうなんだ。隣だもんね。そうなんですよね。今季も、なんか4試合ぐらいポーランドもやってるはずですけど、全部出てたんじゃないかな、確か。あ、そう、あ、じゃあすごい勉強学べることもあるだろうし。そうなのよ。仲良くしてほしいですね。そうなのよ。お前、神戸牛送ってこいよ、母ちゃんに。俺の仲間に入りてえならやーって言ってくるかもわかんないですね。そうですね。ね、ポッポって書いた帽子かぶってるかもしれないね、またね。かぶってましたよね。そうですか。いやいやいやね、そんなことがね。なるほど。うん、ニュースとしてはありました。お肉みたいな名前だから、お前お肉送ってもらってくれよ、お母さんによっつって。僕、神戸じゃないんですよっつって。俺、大宮なんすよ。手に入るだろう、神戸牛。つってね。なんでそんなに日本語できんだよ。ペラペラ。ペラペラってそんなこと。逆に助かるね、そんだけ。彼がペラペラだったらね。いやいや、そんなことない。すごいっすね。つながってますね。セキアとつながってますね、もうね。ほんとですよね。で、あとね、ただそういう遺跡もあれば、まあ、ヨーロッパの遺跡市場が日本時間にして、はい、あの今日これ動画出てるの9月の、あ、9月になりましたね、皆さん。改めて9月になったそうだ。はい、もう秋ですよ。ねえ、あの、今日の夜ぐらいまでかな、うん、で、ヨーロッパの遺跡市場も閉まるんですよ。なるほど。うん、ただね、そこでね、ちょっと穏やかじゃないニュースまで飛び込んできちゃったんですよ。何、何、何、何を。これちょっと日本人関係ではないんですけど、うんうん、あの、オーバメヤンさんです。はい。あのバルサーからこの夏チェルシー行くんじゃないかっていう一応もっぱらの噂だったんですけど、うんうん、移籍白紙になりそうなんですよ。ああ、そうなんだ。だこうなると一応バルサ側としても大問題だったりするんですけど、何が起こったかというとですね、うん、なんと自宅に強盗が押し寄せた。よくあるやつ、たまにヨーロッパのサッカーで。そうなんです。あれ俺全部嘘だと思ってんだよね。です。ねえ、だと、これどうなのかわかんないですけど、あの、ちょっともうちょっと膨らましてよ、それ。そんなわけないじゃん。うんっていうような話なわけじゃないじゃん。みんなが言ってること言ってないじゃん、俺今。くさび打ったじゃん、世の中の論調に。何次。俺ドリブルしたくなっちゃった。いいでしょ。いいでしょ。相手のディフェンダー抜いてきます。はい、いいでしょう。はい、で、武装した覆面の4人組の男が押し入ってきたみたいで、うんうん、宝石類盗まれちゃったんですって。で、その時にオーバメヤンさん暴行も受けてしまったみたいで、
で、ごめん、そういう話だったらごめん、なんか。顎の骨。全治1ヶ月は離脱最低。先生、俺の流すわ、ごめん。ごめん、ごめん、僕も最初に言わず。ごめん、ごめん。で、だから、白紙てか、だって、プレイできない人は。負傷しちゃってんだもんね。しょうがないから。あ、そうですか。あ、ちょっとこれはだから、オーバメヤンさんも痛手だし、バルサもね、売れなくて痛手だし、そうだね。テルシーもフォワード取れなくて痛手だしっていう、ちょっとなかなか厳しいことになってしまったかなと。なるほどな。うん。いろいろあるわな。そうですね。だから、チェルシー急に補強プラン変えなきゃいけないんだ、1日で。誰、ね、狙うのかってことになる。そんな中怒られた J リーグ岡山対山形ね、先生。おいよ。なんと、うん、そのセットプレーから再開ということが前から決まってたわけじゃないですか。決まってましたけどね。やっぱ時間がある。だから、ね、プロフェッショナルが時間をかけて準備すれば、セットプレー、必ず決まる説、立証じゃないですか、これ。すごいなぁ。どういうことだったの、これは。あのね、まあ、いわゆる関節フリーキックから一応開始にはなりましたと。はいはいはい、はい。で、その時に、うん、あの、当然ながら山形の皆さんは、うん、全員あの、ゴールラインに並ぶじゃないですか。うん。閉じなきゃいけないから。結構近いとこからだったのもんね。そうです。ペナルティーキックより近いとこじゃないかな。はい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 。だったんだけど、岡山もまずやってきたことがあって、うんうん、あ、めちゃめちゃ近いやつなの？もしかして。そう、めちゃめちゃ近いやつ。ああ、あれか。はいはいはい。あ、じゃあ準備もクソもないのかね、別にそんなに。でもただね、やってきたことがあんのよ。うん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 、まさこれ結局審判に止められちゃうんですけど、はい、あの、一人、あの、キッカーっていうか、あの、うんうん、関節フリーキックのキッカーが、あの、うん、蹴ったふりするんです。うんうん、そりゃそうだよね。で、する。うんうん。二人目する。三人目する。四人目する。五人目する。六人目。どっかもやってた。そう。で、それやってる途中で審判に、うん、ダメ。それダメ。そうそう。止められて。ちょんって上乗って、それダメって言われてたよ、前も。そうなのよ。うん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 。で、それ二、三回やってダメ、ダメ、ダメって言われた結果、あの、バイスドーンで決めました。一発で？うん。一発だ。関節でしょ、でも。関節ですけど。チョーンからのバイス。チョーンはあったんだけど、そうそうそう。え、その中に壁の上越えて決めたの。そう。すごいな。頭の上。でも壁はもう誘拐に前に出てきたわけだよね。そうなのよ。はぁ。でもバイス来たらちょっと避けちゃうんだろ、怖いから。バイスが一番怖いもん、なんか。スピードもすごかったですからね。まあそんな感じで。バイスの股間に食らったら人生3試合になっちゃうから。ちょっと。そうだな。気失ってさ。そうだな。10年ぐらいの記憶失いそうじゃんだって。確かにな。そんなことが。まあ、ありますあとは、うん。あと、ガンバ勝ってね。そうですね。うん、あとは、川崎トスで川崎が4-0で勝ちましたというところで、まあ、結構順位も推移しましたよという感じですね。うん、岡山は、これ、ミルワカの順位表動画でも言ってましたけど、はい、にあの1日は足りない状態だったら、それ連勝前提で考えたら、うん、あのやっぱ横浜市、あ、仙台これで抜いたんですね、うん、岡山が。うん、なんで、横浜市、新潟、岡山のちょっと三つどもえ化になるかもしれないなと。J リーグといえば先生ね。うん、はい。ちょっとここだけの話していい？はい。ちょっと、自慢していい？あら。あの、昨日実況だったわけですよ。ちょっと言いたいことあるんだったら先言って。いやいや、上の空で聞かれたくない。ない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 。大丈夫。そうです。相模原福島戦ね。栗原イブラヒムジュニア選手が3点目決めたシーンがあったんですよね。あったね。そう、ボールがこぼれて、キーパーの柴崎選手とね、相模原。イーブンのボールだったんですね。うん、そこに栗原さんが走っていくシーンで、栗原イブラヒムジュニアーって気持ちよくゴールに入っていったんですね。あの、実況とすごく合ったって言いますかね。ごめったないんですよ。これね。ジュニアーって言いながらループシュートがサイドネットで、これ相模原のサポーターの方ごめんなさいね。あの、不愉快かもわかんないですけど、こうさ、ね、僕のこう、伸ばす、伸ばしている途中に空中を、これ松井大輔の時以来の。いやー、よかったなって。あの感じがね、なんかちょっとはまったっていうか、別に僕の名の手柄でもないんですけど、まあ、あ、そういうことがあったなっていうね。あの、下田さん的なタイミングね。そうですよね、なかなか難しいんですよ、あれ。名前をシュートと同時に言うの結構難しいんですよ、あれね。まあ、イブラヒムさんは分かりやすいから大きいからね。そうそうなんです。ちょっと見てください、ぜひね。ぜひね、皆さんを、でも、まさ大体はゴラスと決まっても、シュート決まったーってなったからアップになって、名前言うんですよ、やっと。そうだよね。っていうことが多いんですけど、そういう時はね、なんか、ああ、言えたなって。いやー、達成感。いやいや、もうちょっと、もうちょっとバカにしてください。
改まって言わなことかと。僕がすごい、イブラヒムさんがすごいんだ。いやいやいや、お疲れ様でした、実況ね。あと、はい、その試合ね、見てない方が多いのかなと思うんで、ちょっとそのダイジェストだけで見てほしいの、福島対相模原ね。うんうん、相模原がまず1点取られるんですけど、ね、福島の長野選手にね。そうだね。後半入ってすぐで、その、すぐでした、ね、1点をすぐ返すんですけど、うん、その時のね、安藤翼選手っていう170センチのね、選手がヘディングを叩きつける、お手本のような叩きつけのヘディングをするんですよ。ぜひ見てほしいですよね、先生あれね。そうだね、あれよかったわ。上のネットに刺さるんですよ、ヘディングが。170センチの人の。しかもそのクロスがコーナーキックの上げ直しで船山選手がわざと天空落としみたいなの蹴ったんですよね。うん、なぜならば、ペナルティエリア内の福島のディフェンダーには190センチ近くみたいな人が2人ぐらいいるわけ。うんうん、オウム選手、大森選手、ボランチだけど、ね、15センチぐらいの2人がいるわけ。うん、だから普通のクロスじゃ入らないわけよ。だからもう、うね、なんていうんですか、擦って真上から落とすみたいなクロスをパーセント上げたわけ。うんうん、それがピンポイント170センチの、しかもそれを真下に叩きつけたんだよ、安藤翼が。いやそれが地面に当たってキーパー触れない、天井に刺さるんだよ。あれすごかったですよ、ゴールって言った後、アップを見て、安藤翼って言いましたからね。ね安藤翼って、下田さんなら言えるんですよ、あれ。だけに、くそーと思いながらやってたんで、最後のクリバラ、イブラヒモン・ジュニアっていうところは、これは達成感あるわ。いやもう勝敗とかその勝負のあやに関してはもうなんか嫌な思いされた方はもうちょっとすみませんお詫びいたします。一生懸命両軍に対して誠意を持って、その熱い熱気をね伝えていきたいなというふうに思っています。うんうん、実況は井上雅史でお送りしました。最後じゃん。だその締めのところねいつもの。ごめんごめんごめん先生そう話の腰折っちゃってごめん J1 の話を、ね、J1 の話、ねうんうん、あと J1 ね、それこそ順位表で言うんだったら、まあ、ガンバフロンターレ勝って、まあ、試合数まだまだ影響ありますけど、はい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 、フロンターレ首位ですよ。あそうですか、うん、はい、まあ、マリノスより今1試合多い状態なんで試合数がねちょっと揃えませんからねちょっとその首位というのがいまいちあれなんですけども、はい、けど、まあ、とりあえず、まあ、見た目の順位表で言ったら首位には立ったってそうですね。なんかあの馬娘にユニフォーム着てて分かりやすく誰か作ってくんないかな残り試合はなゲージみたいな頭の上にあんので、今一番前に出てるのがフロンターレの服を着た東海帝王とかね、うん、そういうふうにやってくんないかな誰かね、ね、常に分かりやすくね、残り試合ムチ何回入れれるかの回数が上に出てるムチ入れないかね、あれは馬娘、あとね馬娘にムチ入れたらちょっとねまた問題になるんでしょうね。いやまあ確かにないよね、うん、あとガンバが残留権13位まで一気に上が、はい、りまして、はいはいうん、こちらもまた試合日数ね、うん、試合数のまだばらつきあるんでまだまだあれですけども、うんうんうん、まあとはいえただねやっぱ補強大補強を観光した、まあ、エスパルスも、ガンバも、抜けましたからそうですね大きいよねこれね大きいマジで、うんうん、であとはこの間ね、ACL 関連で試合なかった今、神戸がまた17位ってところなんで、うん、ただ彼らも補強大補強観光してるところあるから、そうですね。ACL で流れも良くなったじゃないですか。うんうん、だこれ、終盤分からんぞと。確かに。うん、分からんぞと。分からないね。ということですね。うん、いや、でもこれも前哨前提では考えれないね。一個ずつしか、勝ちが上がらない統計学だみたいな先生よくおっしゃったりしますし、それは本当そうなんですけど、やっぱこっから残り試合前哨でいけばっていうのを考える時期ですよ。そうだね。それが楽しかったりするし。そうなんだ。人間もそこを信じながら生きていかないと。そうだね。ね。統計学に逆らうべくで最終的にそこに収まるわけだから。そうだね。すごく悪いこともあるけど、すごくいいことがあるから統計学って真ん中にあるわけじゃないですか。そうだね。だからすごくいいことだってあるわけですよ、絶対。そうだ、そうだ。って思いまして、2週間ぶりに行った相模原、相模大野の駅から、うん。あれですよ、中央林間の駅の、うん、からもう家までずーっとアップルペンシル探して下見てましたけど、あるわけない。あるわけないよ、2週間も経ってんだから。あるわけないよ。もういいだろ、新しいの買ったんだから。いいだろ日本あってもしょうがない、あんな日本あってもしょうがないもんないよ。ほんとそうだよ。だけどあって売れるからさ売れんだっつって、なんか溝とか2週間あって誰も気づかないようなとこ見たよ俺。いいこと言うなよおばあさん。相模大野の木の下の溝とか見たよ。だって2万なんだぞあんな棒が。かっけーな。あんな棒が2万だぞ。かっけー。割り箸みたいなあんな棒が。かっけーなー。はーい、もうなくしてあまりにもショックであれだよ、ガリガリに痩せた結果あれだよ、うんうん、割り箸でかけないかとか一回だけ試したよ。かけるわけないんだよ。かけるわけないよ。
それはそうだね。奇跡を信じて生きていきたいですね。そうですね。そうですね。いやいや、皆さんありがとうございました。今日も。はい。先生ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。奥座敷も楽しかったね。またアーカイブも見れるんでね。また見てないよって方はぜひね、そちらもお願いします。よろしくお願いします。来月もやりますんで。はい。はい、ということで、今週は、今日はここまでライブの告知もあるんでね。うん。はい。ぜひ、概要欄から買ってください。お願いします。じゃあねー。またー。バイバーイ。